グレナディアーはアメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名はタラメの深海魚である、そこだらかの総称にちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。ホキーバラヒゲグレナディアーは1944年2月8日にマサチューセッツ州ボストンのボストン海軍交渉で寄港した。1951年2月10日にジョン・エフィッツ・ジェラルド夫人によって命名され。 艦長、ヘンリー・ジー・リーブス・ジュニア中佐の指揮下収益する。最初のグッピー潜水艦の一隻であるグレナディアーは、新型のシュノーケルを装着し、それまでの艦よりも、長時間の潜航が可能となった。その利点は収益後の成長でも証明された。カリブ海での巡航から帰還すると、グアンタナモワンから、コネチカット州、ニューロンドンまでの7日間の潜航を行う。ニューロンドンを拠点として、 ほぼ2年に及ぶ訓練演習を行った後、グレナディアーは1952年12月16日から1953年4月22日まで、フィラデルフィア海軍造船所で最初のオーバーホールを受ける。1953年6月、グレナディアーは毎年恒例の海軍兵学校生の訓練巡行に参加し、リオデジャネイロをはじめとするブラジル各地の港を訪問した。 カリブ海を経由してニューロンドンに帰還すると11月まで空母任務部隊による対潜水艦船訓練を支援した。グレナリアーは訓練及び戦闘演習をニューイングランド沿岸及びバージニア岬で行い、1955年8月にはセントローレンス川を経由してケベック州モントリオールへ巡航した。1956年1月3日にニューロンドンを出港し、 グレナディアーは最初の地中海巡航に向かう。3ヶ月の配備では地中海の各地を訪問し、第6艦隊の各部隊と共に攻撃訓練、対潜水艦船演習を行った。1957年11月8日から1958年1月27日、及び1962年4月10日から8月8日、 までの二度の地中海配備で、グレナディアーは、紛争地域における平和維持活動を支援するため、第六艦隊の一艦として活動した。これらの巡航の間に、グレナディアーは、東海岸沿いの訓練に参加し、カリブ海を頻繁に訪れた。1959年9月15日まで、ニューロンドン沖で活動し、その後フロリダ州キーウェストに移動する。 同地を拠点として、一層頻繁にカリブ海を訪れ、大西洋、メキシコ湾、フロリダ沿岸での偵察及び訓練に従事した。北、大西洋での特別大戦演習に参加中の1959年5月29日の朝、クレナディアーは、哨戒機と共にアイスランド沖を航行するソ連潜水艦を確認、写真撮影を行った。それは、大西洋における、 ソ連潜水艦の最初の確認であった。1962年10月にキューバ危機が発生し、核戦争の危険が高まる中、グレナディアーは再びソ連艦を観測した。バラをスレッドヒントルッタ・チョッパーと共に、グレナディアーはキューバを封鎖する艦隊を形成した。ソ連の核ミサイルがキューバから撤去された後、グレナディアーは11月に、 アメリカ合衆国の安全保障を確認するために派遣された艦の一隻であった。その後もグレナディアーはキーウェストを拠点とした偵察及び訓練を継続した。第12潜水船体に配属されたグレナディアーは大西洋岸及びカリブ海での訓練に参加し、さらに新型ソナー及び大潜水艦専用装備開発のために多大な貢献をした。 1966年にはカリブ海での公開データをはじめとする各種情報収集に参加した。グレナディアーは1973年5月15日に退役、同日除籍され、相互防衛援助計画の下、ベネズエラに売却された。キーウェストで記念式典が行われ、ベネズエラ海軍ではピクアの艦名で活動した。 ピクアは1978年11月16日にベネズエラ海軍を退役し、1980年1月1日、除籍、1981年6月18日にアングラドスレースのバーロムゾ船所に売却された。ありがとうございます。